まあ、つまり、僕が言いたいのは、なんか答えなんて多分ないのかなと思うんですよね。なんかその、なんて言うんだろう。エンバイロメント、周りに対して負荷感を与えない、それでいて自分らしさをアピールできる、それが、やっぱり、最も大切なドレスの着こなしなのかな、っていう感じがしますか。スーツ着てて疲れませんかってよく言われるんですけど、で今のファッションってみんな楽とか求めてるじゃないですか。ですごい気づいたのは、楽と心地いいって違うなと思って、でスーツはすごい心地が良くて、で例えば姿勢が整ったりとか、外からの見られ方が変わったりとか、なんかそういった意味で心地よさが常にあって、着ててなんか気分が悪くなることって全くなくて。それはスーツ着ないと気づかなかったので、それはね、すごい発見でしたね、スーツ着て。まあ、僕にとってスーツは、まあ、日常であり普段着だと思うんですよね。なので何かその特別な意味はスーツに持っていなくて、まあ、本当に普段着のように一番楽なんですよね、着ていてね。スーツを着てれば相対する人、相対する人に対して失礼はないですよね。まあ、いろんな方々とお会いするので、まあ、相手に対する敬意を持っているように見てもらえるっていうのは僕の中での楽なのと、あと販売スタッフも年齢が様々なスタッフがいますから、目上の方は当然たくさんいらっしゃると思うので、その中で、相手に対する敬意を持った形ということでスーツを着てる、まあ、ネクタイを締めてるということだと思いますね。好きなスーツ、例えば好きな V ゾーン、あとは、まあ、たくさんのスーツを袖を通してきましたけれども、それを通した時のやはり何でしょう、お客様や周りから見る目がだいぶ変わったんですね。まあ、褒められることが非常に多くなり、まあ、その褒められることの満足度がいつの間にか何十年か経った時に自信となり、いつの間にかコンプレックスを克服できたというエピソードがあります。だから僕にとっては今の自分があるのは大げさかもしれないんですけれども、スーツとの出会いが大きく、しかもやはりユナイテッドアローズのスーツっていうところに、まあ、スーツというか、まあ、ドレスですね、ドレススタイルっていうところに非常に大きなウェイトがあるのではないかなと感じています。今はもう確実に、その個に向けた、その一人一人の個性を出すためのスーツをやっぱみんな求めてる。これも完全勝負スーツです。スーツの中で勝負服。なんかみんなもスーツが勝負服みたいになってるんですけど、そうじゃなくて、もうスーツの中でも勝負服と普段着と、やっぱリラックスっていうのが、やっぱもうスーツの中で分かれてる。何もかもがスピードが大事で、すぐ手にできるし、まあ本当にすぐ知ることもできるし、何でもかんでも便利になってるんだけど、便利の反対語って何だろうな。対になる、反対になるのは愛着かもわからないですね。やっぱり愛着を持っているものっていうのはね、長く使いたいと思うでしょうし、使い続けたいので、そこにはやっぱり修理をしながら履き続ける、まあ靴になっちゃいますけどね、ファッション、服もそうだと思いますけど、スーツでもやっぱり直しながら着続けるっていうことができるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、基本的にはいつもジーンズに、まあ、スリッポンというのが僕のスタイルなんで、まあ、今日も、まあ、カシミのスーツにあえてスリッポン、それで、まあ、白いソックスで、まあ、自分らしさをなんか、まあ、損なわないようにしたっていう、やっぱりこう、そこがスーツ、僕にとってドレスっていう一番大切なところかなと思ってます。ユナイテッドアローズさんに関して言うと、ドレスに持つ感想っていうのはやっぱり艶っぽさだったり色気だったり、そういうものがやっぱり常に今まであったと思うんですよね。だからそういうものを引き続き継続して、いってほしいなと思います。まあ、変える部分と
変えてはいけない部分と、まあ、よくある話ですけど、そこはあったらいいなと、あってほしいなというふうに感じますけどね。僕にとってユナイテッドアローズのスーツは、スーツがイメージというよりかはスタッフの方が先にイメージが出てくるんですね。やっぱいつもそのお店に立っているスタッフの方とか、よく仕事で会うリアルの方とかの着こなし見てると、やっぱ基本ちょっとどっかにアクセントがあって、なんかそういうイメージからなんか自然に遊びがあるっていうのが僕の中ではすごいイメージになってます。かれこれ何十年もやらせていただいて、なんかやっぱり生きさみたいなところ、なんかちょっとそれを感じますけどね。生きっていうショップに行くときはやっぱりなんか粋なものがないかなって、行くことが多いんですけれども、でもなんか大体はこういうのが欲しいなと思って見つかることは大体ないですよね。やっぱなんかそれ自分がずれてるのか何なのか分かんないけども、やっぱりなんかこう欲しいものがピンポイントで見つかるってなかなかないんだけれども、でも意外とその違ったアイテムの粋なものが見つかったりとかっていうのがあるんで、そこは楽しみなのかなっていう感じがします。お客様に最後までお付き合いしてもらうために、売った後にもちゃんと責任を持って接することっていうところが非常に大事だと思ってます。ユナイテッドアローズの、我々販売員の使命というのは、しっかりとお客様に寄り添った、スタイリング提案ができるというところがやっぱり一番重要ですと。ご提案した時にお客様が持っているイメージよりもさらに半歩でも感動を得れるような、こんな提案ができるんだっていうようなご提案をするっていうことがユナイテッドアローズの販売の使命だと思っています。プロダクトとしての良さもう一つだと思うんですけど、やっぱりそのブランドの携わってるメンバーだったり、やっぱそういう人たちの思いがね、やっぱ強ければ強いほど歴史をやっぱり積み重ねていくと思うので、やっぱりユナイテッドアローズっていう一つの会社、一つのそのブランドに携わるメンバーの熱意がやっぱり今にあって、まあ、それをお客様が感じ取っていただいて、それに対して、まあ、リスペクトして、今にあるんだと僕は思うんですよね。だから物だけの力ではなくて、やっぱりそこに携わってきたメンバーの熱だったり思いが歴史につながってるんだと思いますけどね。決してだから物だけが良くてもなくなっていくものってあると思うんですよ。決して物だけではなくて、スーツだけではないし靴だけではなくて、やっぱりそこに携わるメンバーの思いじゃないですかねと思いますけど